龍が如くセブン、前回の追加プレイしていきましょう。さて、お仕事するところからですね。仕事っていうのかわかんないけど、小銭集めしに行きましょうか。いいものサーチ。よっしゃ、5円ゲットだぜ。自販で5円って出ないだろ。もう単純に落としたのかな。いいものサーチ。お、50円だ。50円はまああるかな。昔は、昔っていうか本当に小学生ぐらいの時は見てたりしたけどな、こういうの。くさ、何もねえか。一通り近場探したな。この調子でもう少し探してみるか。ノリノリだな。まあ生きるためだからしゃあないな。どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。わけあって、撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。上納するための金じゃないんだこれ。受け取ってもらえないんですか。俺ここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザか、お前。ええ、つい最近まで遠の昔に見捨てられてたみたいなんすけど。何があった、話せ。18年も無所勤めした子分を撃つなんて、なかなか根性のある親分だな。根性って言っていいのかな。辛いか。辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。いいんすか、難波さん。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に酒に入れてみな。ヒレ酒みたいな感じ？いいよね。え？ああ、ああ。しみるな。これぞ、偉人蒸留ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。わかった。やる以上はバッチリやるぜ。イチ、どんなとこでも生きていけそうだよな。いや、
る気があるってやっぱ大事だな。ああ、眠い。撃たれたと散々寝てたじゃねえか。甘えてんじゃねえ。それとこれとはみたいなところはあるけどな。おう。よう来たぜ、カンさん。カンさん？ああ。なんだか、そいつが噂の新入りか。かっけえな、格好。ああ、ガスがってんだ。はい。どうも。言われたもん用意しといたぞ。あ、自転車？リアカー付きみたいな。ホームレス入門。なんだ？なんだこれ。ガン拾い用にこの人がカスタマイズした自転車だ。ガンは二足三門、とにかく数集めないと金になんねえ。なるほどな。じゃあ俺は早速、缶集めに行くぜ。ああ、わかった。落ちてるもん拾うんだったらいいんだけどさ。あの、廃品回収とかのやつ取ってくじゃん。窃盗ではって思うんだけど。じゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。まあそれは重要かもしれんな、まあ、いっぱい乗せるんだったら。チャリに乗るのが久しぶりなんだったら、ちょっとその辺こいで鳴らしてみな。まあ自転車乗らなくなるよな、だんだんな。 R2 で全身に行けんだね。はいはい。ちなみにそいつは後ろに漕ぐと。すげえ。結構便利なんだぜ。いやすげえよ、それはすげえよ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。はい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、わかったよ。え、でも後ろにこいでさ下がるってことはさ、落ちてるずっとさこいでなきゃいけないんじゃないの、前に進みたかったら。あ、でもこうやって普通に、ん、あれはなんだ。栄養ドリンクで駆け抜けろ。ブー、三角を押すとブースト状態か。ほう。えい。力でこぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。あ、それ怖えな。の、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。自転車こいてる。カスガ以外にも缶拾いするホームレスがおり、衝突されると缶を奪われてしまいます。ブースト状態でホームレスにぶつかると缶を逆に奪い取ることができ、島を荒らすなっつってなかったか。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。こうやって拾う分にはぼちぼち缶さんのとこに帰るか。こうやって拾う分にはまあいいんだけどね。あ、すごいな、カタリン浮いてんな。え、ここじゃないの。チャリには慣れたか。はい。だが缶は他の奴らに拾われちまったな。大変だね、まあれ。そんなもんよ。偉人町は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いからな。どんな街だ。ちんたらしてたらいつまで経っても拾えねえぜ。弱肉強食なんだな、ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだな。怖い世界だよ。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。自転車の強化とかできんのかな。過ぎたらまともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短期だからな。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。わかったよ。拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。この体験ができるゲームってなかなかないよな。たくさん缶集めてスタート地点に戻ろう。はいはい。まあ、さっき見たやつと一緒みたいな感じかな。拾った缶についてゴールするとクリアボーナスが出ます。ああ、ゴールしないといけない。ゴミ捨て少女について、時々ゴミ袋を背負った少女が現れます。少女は大量の缶を落とすので、落とすなよ。
ゴミ回収車に衝突すると大量の缶を徴収されてしまいます。なるほどね。へえ。よし、がっつり拾ってやら、がっつり拾ってやら。よし、ブーストがとりあえずできるようになって、なんか爆弾みたいなやつ落ちてたけど、あれ何、多分これ当たるとまずいよね。引火性だな。あいつに当たってぶち当たれ。よし、ノルマを満たすと5。危な、ノルマを満たすとゴールが現れる。はいはい。あ、でもノルマ今満たしてんのか。危な、ほら。よし、うひょ。なんか落ちた感じがするけど、まあまだ時間あるよね。1分ぐらいあるから。缶の山だぜ。 B か。うひょ、おら、やった。缶の山だぜ。なあれか、缶をバカみたいに落とすやつ。S になったからそろそろ戻るか。あの子を一生追いかければみたいな感じかな。まあいいや、もういいだろう。よし、ゴールゴールが段ボールになってんのいいな。ざっとこんなもんよ。汚ねえ町だな。新記録じゃねえか。今日は街も綺麗になるしいいんじゃないの。ポイントは金じゃねえのか。ポイントってなんだ。お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えると。エコポイント？ポイント、缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくてエコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。ずいぶん文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで高卒取れてんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう、じゃあとりあえず換金してくれ。おお、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。このミニゲーム面白かったわ。俺のレクチャー代を差し引いて、ほらよ。二足三毛になってそうだな。150円、あんだけ集めてか。こんだけ拾っても150円、缶拾いすはサバイバルだな。せちがらいぜ。あとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。ああ、だろうな。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろう。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャーリーならいつでも貸してやるね。いい人だな。わかったぜ、母さん。また来るよ。自転車のレンタル代みたいなのは取ってんだろうけどな、ポイントで。そんな感じだろうな。どうだった？いや、楽しかったよ。すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。いい人だよな、南波さん。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。へえ。あ、
務所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。むしろ普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。くうめえ。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。集金屋？今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前で待て。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろう。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるぞ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン？偉人町に昔から根城がある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。そうだよな。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。こんな目立つ格好のやつが今から隠れんのかよ。わかったよ。いい人だよ、南波さん。ごめんね、南波さん。2000円も持ってなくて。もっと俺が缶を集めていれば。よぉ、南波ちゃん。ケーキはどうや。ケーキのいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。全員分集めてもさ、1、2万ぐらいでしょ。そんなみみっちいことやってんの、中華マフィアが。なんだこのでけえの、お前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。うわっ、ダンバちゃん。ナンバちゃんって呼んじゃった。ナンバさんって言ってたのに。やめろ、サマンじゃねえ。ちわーす。よっし、やった。イチやっちゃおうぜ。ナンバさん、やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。
昨日からここでお世話になってるもんで。そうか。だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おい、ナンバー。めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人で、その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよ、ナンバーさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。いいね、ナンバさん。何信号に混ざれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こら。よっしゃ、行くぜ。邪魔すんじゃねえよ。ハンピン・リューマン・テイ。よし、はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。